はい、即答でいきたいと思います。まあ、普段自分がやってる仕事と全く違ったことをちょっとやってみたいなって思ったのがきっかけで、思い立ったらすぐ飛び込めるってところですかね。うん、働くにはちょっと勇気がいる業種だと思うんですけど、それをなんかちょっとでも体験できる。働きながらちゃんとお給料もいただいて、で休みの日に観光しに行ってっていう風に、本当にここで暮らしができる。一緒に仲間みたいな感じで接してくれるので、すごいいい人たちばかりです。まあ、休みも取れるっていうのもあるんですけど、結構学校の授業とかがある中で来てたんですけど、それを府中市の方とかも、竹内さんも予定をこっちに合わせてくれて決めてくれたので、やりやすくて過ごしやすかったのが本当にありがたかったです。苗をこう数を数えて一束にして出荷できる状態にするっていうところなんですけど、それがこうリアルにスーパーとかそのホームセンターとか並ぶんやなっていうのを体感できたっていうか、触れないとなんか大変さがわからないというか、ありがたみがわからなかった部分があるんで、そこが一番なんか自分の中では感動的です。そこに触れれたのが、これもいいかなとかあれもいいかなっていう選択肢が増えたっていうのと、あと楽しんでやってるのがすごく大事だなっていうのを、なんか竹内さんたち見てすごい感じたなっていうのがあります。ここに来ると本当にこの人たちがどういう考えで毎日暮らしてるっていうのが分かるかな。私はすごくそれ良かったなって本当に思ってます。旅行先でちょっと聞いても、なんかこうおすすめですよとか言われて終わりなんで、つながりが持てるのがすごい一番重要というか大きいかな。いつも竹内さんちで夜ご飯いただいてて、もういつも 2,3 時間ずっと喋ってて楽しくて、気づいたらいつも9時半くらいになってて、それがすごい楽しかったです。とっても良かったです。温かく迎えてくれるんで、また来たいなと思ったらすごく歓迎されるだろうなというところもあって、そこが一番いいと思います。